飲食店の情報サイトなどを運営するグルナビの今年の一皿にも選ばれたテイクアウトグルメ。すごい、おふってメイン料理になるんだな。鍋に具材入れる作業しかしてないので簡単です。愛媛でも様々なメニューが登場し、食の楽しみ方の一つとして広がりを見せています。年末年始はテイクアウト。松山市港町の風味家電は、玄米と野菜を中心に食材本来の味を引き出すマクロビオティック料理が人気です。無添加の調味料と、あと季節のお野菜を使って、まあ、少しでも体に優しいお料理を提供しています。そんな風味家電でおすすめしたいテイクアウトグルメはオードブル。こだわりの食材をたっぷり使っています。すっごく彩りがいいですね。品数も多くてお野菜がたくさん、ヘルシーそうで嬉しいですね。これは、こちらはカツレツ、揚げているのはなんとお麩です。焼き麩を使ってるんですけど、焼き麩をお出汁に漬け込ん でそこから小麦粉を使ってつなぎを作って、でパン粉をつけてカリッと揚げたジューシーなカツレツになっています。しっかり弾力もあって、メンチカツを食べているような感じですね。甘辛いタレもよく効いていて、すごく満足感のある揚げ物です。びっくり。すっごく滑らかな食感、甘さも上品に優しくて、もうお芋そのまま食べているような感覚ですね。体に優しいこだわりオードブルで年末年始をヘルシーに過ごしましょう。年末年始はテイクアウト。今年はおうちでプチ忘年会、本格的なもつ鍋はいかがですか？続いては松山市二番町のもつ鍋タシューから。当店のもつ鍋は、もつは最高級の国産牛の小腸のみを使っておりまして、お客様もリピート率を8割を超えるっていうお店で、もつ鍋の本場博多の味わいをいざテイクアウト。もつ鍋って家で作ることないので、すでにもうセットが揃っているのがありがたいですね。今回チョイスしたスープは一番人気の味噌味。主役のもついきます。すごい、もつこんなにたっぷり入ってるんですね。嬉しい。キャベツたっぷり、もつが見えなくなりましたね。キャベツでごぼうって入ってますか、もつ鍋に。ごぼう珍しいですね。鍋に具材入れる作業しかしてないので簡単です。料理がちょっと苦手な真鍋アナでも大丈夫。人気店の美味しさが手軽に楽しめちゃいます。4種の味噌をブレンドしておりまして、濃厚な味わいなんですけど、そこにもクリーミーさがあって、下処理もしっかりしておりますので、臭みもなくお召し上がりいただけます。もつすごいプリプリしてます。美味しいです。この味噌のコク、もつとはもちろん野菜とも相性が抜群です。美味しい。ホームページではお取り寄せのセットも受付中。本場のもつ鍋でお腹も心も大満足です。年末年始はテイクアウト。ああ、やっぱり気分上がりますね。松山市清町のランチカフェオデボンからテイクアウトするのは人気のケーキ。丸山農場さんのすごい濃厚な美味しい卵を使ってるので、ケーキにも特徴として出てると思います。オデボンの看板メニューとして人気なのがチーズケーキ。種類も様々で、多い日で8種類が並びます。一番人気はこちら、松山バスクチ。高温で短時間で一気に焼き上げるので、
外側に焦げ目がカリッとついてて、中がとろとろっとした半熟の食感が特徴ですね。柔らかい、スッと入りました。濃厚。この表面はカラメルのようなほろ苦さがあって、でも中はしっとりと口の中にふわっとチーズの香りが広がりますね。こちらは新登場、内子町産のチーズを使ったトミーのチーズケーキ。カマンベールチーズなんですけど、結構濃厚な感じなんですけど、すごく食べやすいチーズケーキに仕上げました。チーズの香りがすごく濃いです。バスクチと比べてすごくしっとりしています。さっぱりと食べやすくて美味しいです。クリスマス用の特別ケーキも販売されるので、お気に入りの味を見つけてみてはいかがですか。年末年始はテイクアウト。松山市二番町の中国料理マンジュは昭和48年創業、半世紀近い歴史があり、夜の町中華としても人気のお店には食欲を刺激する豊富なメニューが揃っています。目の前に出された時のインパクトと、もう最初にまず香りで食欲を刺激するようになっております。創業当初から愛され続ける店の看板メニューがタール麺です。あんたっぷりですね。でこれ上に乗ってるの、これ胡椒です。北京料理なんですけども、寒い地方の料理ですので、熱が逃げないようにあったかいあんがかかっております。お昼に胡椒の匂い嗅いだから、夜はタール麺食べようってお客さんもいらっしゃいます。わあ、出てきました。湯気がいいですね。とにかくあんがものすごく麺に絡んでます。胡椒が効いてるので、すごくそれがスパイスになって、どんどんこれは食べ進められる味です。あんには豚肉や玉ねぎ、エビにキクラゲなど具材もたくさん、ボリューム満点の一杯です。さらにこの冬から作りたてを楽しめるパウチタイプも登場。どこか懐かしくホッとする味をお家で楽しんでみてはいかがですか。